パラアルペンスキーは、障害を持ったスポーツ選手のためのアルペンスキーである。身体障害者がレジャーとしてスキーを行った期限は、第二次世界大戦まで遡る。多くの戦勝者がいたドイツやオーストリアで、短いスキーに松葉杖を取り付けたりして、レースを行っていた。ルートビヒグットマンは、身体障害者のスキーを支援した。アメリカでは、 グレートヒエンフレーザーが陸軍病院に入院中の手足を失った者にスキーをすることを教え始めた。1960年代までに多くの組織が設立された。1969年に盲目のスキーヤー、ジーン・アイモアが盲目のスキーヤーのためにアスペンでスキーをするプログラムを開始した。知的障害者のクラスについては世界選手権大会が重ねられてきているが、 パラリンピックには未だ採用されていない。チェアスキーは車椅子利用者などの貸し障害のあるスキーヤーのために設計されており、チェアスキー、アウトリガーを使用する。視覚障害のスキーヤーはガイドがコースを下ってスキーヤーを支援することが認められている。傾斜面の格好競技で国際スキー連盟の規則に基づく。パラリンピックのクラス分けは 異なる障害を持ったスキーヤー間の公正な競争を保障することを目指した体系であり、3つに分類される。スキーヤーは医学的評価に基づいて分類される。初期の分類体系は機能的分類な分類を目指したが、結局医学的分類となった。1976年の最初の冬季パラリンピックでは、2つのクラスで実施した。1980年代までに、 車椅子バスケットボールの分類を参考にして、脳性麻痺のクラスが加えられた。ありがとうございます。